今日は久しぶりね、アークの実況をしていこうと思います。トマザラシです。今日はね、アークというゲームがいかに残酷で過酷な、非常に難易度の高いゲームなのかということを紹介していければいいんじゃないかなと思います。これは、うちの拠点ですね。マップで言うとですね、この辺りですね。ちょっと見えにくいかな。レッドウッドエリア、バルゲノのレッドウッドエリアの左下の池のあたりにですね、ここら辺に、まあ、拠点を構えてというか、自分がやったわけじゃないんですけど、岩だらけにしてくれております。で、ここにですね、鉄でね、タレットタワーのようなものを作ってたんですね。タレットタワーっていうのは、オートタレットを仕掛けて置くタワーなんですけども、そういったものがすべて、なくなってますね。久しぶりにちょっとログインしたらね。で、ここのところもね、しっかり鉄でできた、施設を作ってたんですけどもね、まあ、見事に壊されてますね。どういうふうに壊されたかのかはちょっと想像できないんですけれども、扉だけきれいに壊れてますね。はい。これいいですよ。住むのにはいいと思います。一応あそこの方にもう一ついかだもあったりするんですけどね、住むのにはいいと思います。鉄がね、あそこの、今ちょうど見えてる正面のところの、対岸のところに、鉄の鉱石がいっぱい取れるところがありまして、水はあるし、鉄はあるしということでね、非常に住みやすいところじゃないかなと思います。ただ、PVP で作ると、しょっちゅうマナガルムに乗った上級者のプレイヤーが襲いにかかってくるというところが難点で、何も置いてなかったんですけど、まあ、目立つ建造物があると壊されるということですね。ただ、トゲはね、壊しちゃうメリットがないのが壊されるということはないんですけれども、ただ、施設は結構壊されていってますね。はい。じゃあ次のスポットを見ていきましょう。はい。次お見せしたいのはこちらですね。マップ的には、右端ですね。もう右端の端。ここに拠点も一つ作ってたんですけど、こちらですね。なんでか見つかってない曲です。でもまあ、ちょっと壊れたりするんで、誰か気にかけては壊そうとしてるのかもしれないですけどね。この辺の木の石、石の壁なんかもね、かなり壊されています。実は最初はもうちょっといい形になってたんですけども、すでに壊されたので、とりあえず鉄の壁だけ作ってるんですけど、こんな風な拠点も作ってました。この拠点の近くにですね、非常に大型の拠点がありまして、お分かりいただけますでしょうか。非常にこう、鉄のね、壁の門枠だけですね、鉄の門枠というのがたくさん置かれているのですけれども、こちら、少し前まで人がいたんですけど、すでにこの拠点廃墟なんですね。もう誰も残っていないと、誰もここに息をしてないということになってますね。すごい大きい拠点があって、でここもオートタレットなんか置かれてたりして、あ、怖いなと思って、こんな近くにあったらすぐ襲ってくるんだろうなと思ってたんですけど、いや、いつの間にか名前が出てしまっている。いつの間にかここの拠点も襲われてなくなっていましたね。ここはですね、まあ、場所としてはちょっと住みにくいところではあるんですけども、ここちょっと待ってくださいね卵が取れるポイントなんですね。ディノニクスの卵が取れるポイント。はい。次のポイントに紹介していきます。はい。お次に紹介したいのはこちらですね。バルゲロのマップには地下があります。いわゆるアベレーションエリアと言われるところなんですけども、地下のひどい空洞の中に、地下の高低差を利用して、地下なんだけど非常に高いところというポイントがあったりします。木の裏なんですけど、ここにね、拠点を一つ設けていたんですけども、ここも、いつの間にか見つかり、全てが破壊されておりましたね。ここに作業台と、ここに本棚があったんですけど、壊されております。どういう風な壊され方をされたのかちょっとわからないんですけども、床などにダメージが入っているということで、全て壊されてしまってますね。多分おそらく爆弾を使った、C4 爆弾を使ったのではないかと思われますが、一番心を砕いたのは、ここの拠点ならまあ見つかる、早々見つからないだろうと思ってて、ね、ここにここにこういうふうに水をくべるようにしてたんですけど、
どなたですかね。カイザーリッチって書いてますね。これはこのクライブ、このサーバーのアルファトライブですね。さんが、拠点を設けていらっしゃいますね。かなり心が折れました、これは。アルファトライブというトライブが、やっぱりそのサーバーを占拠するんですけども、こういう、さあ、アークというゲームではですね。それが、もう絶対に見つからないと思ってた拠点の近くに、本拠地のような拠点を作ってしまったと。ちょっとね、見えにくいですけどね。ちょっと、遠くを見る道具がないので、なんとも言えないんですけども、なんか何やら恐竜たちがあそこにいるような気がしますね。ここ非常に見つかりづらいと思って、拠点を構えようとしたところなんですけども、見つかってしまっていると。これね、ちょっといけるかな?いけるかチャレンジしてみるか。てい!めちゃめちゃ高いところにいます、実は。めちゃめちゃ高く、あ、下に落ちることすらできない。次に紹介したいのはここですね。先ほど紹介したバルゲルのマップの一部なんですけども、金属を取れる鉱石の近くにはこのように非常にたくさんの鉄の門があって、これもね、多分ね、非常に長大文明だったとは思いますけども、これも、壊されているっていうのをね、ちょっと見ていただこうかなという感じですね。これぐらいの規模を誇った拠点を作った人が、今やもぬけの殻というところはまだ非常に怖いですね。このアークというゲームはですね、非常に怖いです。こことかタレットがありますね。オートタレットはね、休止中ってなってますね。停止中ですかね。もういません。実はもうもぬけの殻です。これだけのすごいですよね。この鉄の斜め作り、ここまで一瞬で、これ鉄の坂作りね、これだけ作っても、まあね、これだけのものを作っても壊されるっていうこの世界なんですね。先ほどのあの鉄の門の枠を作るのも、すごいたくさんの鉄のインゴットが必要なんですけどね。それもいとも簡単にあれだけ作れるような超文明があったにもかかわらず、今やもぬけの殻と。これ大体一帯を全部こう鉄の門で覆われてますね。多分ここの向こうにもおそらく結構何かあったんじゃないかなと思わせるんですけども、それも残ってないって感じですね。いけるでしょうか。ちょっとジャンプしてみましょう。えい、あ、いけない。あ、あった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 ということでね、まあ大体バルゲロのサーバーの紹介はできたんじゃないでしょうか。バルゲロのスモールトライブの今の現状ですね、紹介って言っても、まあ、マップの紹介じゃなくて、まあ、こんな感じで今なってますという紹介です。まあ、とにかく、スモールトライブだから比較的穏やかなのかなと思ってたんですけど、そんなことは全然なくて、ものすごい力を持ったなんか数人がいきなりすごい拠点を構えて、でバチバチやり合ってるという中で、どんなに小さな拠点を作ってゲリラで活動してても、まあ、一瞬で壊されるし見つかるし、でも目につくような拠点を作った日にはもう一瞬ですね、1日ぐらいで壊されるというような、そんな過酷な環境ですね。まあ、結構配信者とかもアークやられてると思うんですけど、 PVP でやっていただきたいなと思いますね。もうとにかく日本人は逃げますわこれはっていう環境ですね。これ正面にもまたなんかすごいこう鉄の扉の誰かの作った拠点が、あの辺もいっぱいこう石の土台、あ、鉄の土台が置かれて湧き潰しがされてるんですけど、これももう廃墟なんですね、実はね。もうすごいこの綺麗な広いマップの中でもう常に戦争が絶えないというか、もともとここのサーバーを支配していた多分中国人かなの大きなトライブも、もう消し炭みたいに、襲われて消えましたからね。1ヶ月ぐらいは勢いを保ってたような気がするけど、その後なんかこうもっと他のサーバーから来たもっと強そうな人たちに襲われて、姿消しましたね。そして今はまた別の人たちがここを占拠していると。とにかく戦争の繰り返しですね。恐竜とかも別に全然怖くないです。もう人間がただただ怖い。人に見つかるともう襲われる、奪われる、拠点が暴かれて壊されるというのの繰り返しなので、
まともに恐竜を飼うこともできないというのが現状ですね。バルゲルの地下でラベジャーっていう犬を何匹か捕まえて育てようとしてた矢先にね、先ほど紹介した一番上の拠点のところもに飼おうとしてたんですけど、それも全部皆殺しですから、非常に動物を飼うっていうことがペットにするっていうことがね、恐竜を捕まえるゲームだったんじゃないのかなと思いきや、なかなかそういうわけにいかないというか、もうとにかく人間が隠れるだけ、人間が隠れて物を隠すだけっていうことすらも、そのたったそれだけのスペースすらも見つけるのがなかなか難しいと。これだけ広大なマップでこれだけ入り組んでいるにもかかわらず見つかってしまうことが多々あると。非常にね、頭を使うゲームですね。スリリングでヒヤヒヤします。楽しいっちゃ楽しいんですけど、いやー、もう一旦ここからもう撤退というふうなことを考えてます。もうちょっとやれないかなとやれないかなとなった。じゃあ次やれないとなった我々の次はどこに行ったのかをちょっと教えていこうかなと思います。はい、ということでやってきたのはこちらアイランドです。アイランドのマップに逃げ込んできました。アイランドのマップもただのアイランドのマップじゃない、ここはね、初心者サーバーというPVP 初心者サーバーというところに逃げ込んできました。もうここしかない、ここしかもう手はないなと。アイランドに戻るっていうのも屈辱だし、そのレベルの上限がある初心者サーバーに来るっていうのも屈辱だけど、もう一旦ここに退避するしかないなということで、もうキャラも作り直して初心者サーバーに、まあ、作戦としては初心者サーバーでいい設計図を手に入れて、鉄なんかの、鉄はなんかを集めて他のサーバーに資源基地として一つ作って送るというふうな作戦を立てようと思ったんですけども、まあレベルがね、レベルの上限が24までなんですよ。24までって言いますね。初心者サーバーっていうのは24レベルまでしかレベル上がらないし、24までしかレベル上がらないっていうことは、エングラム、そのレベルの上がっていくのに従って解放されていく、こういう各種の、設計図みたいなものも、残念ながら、24レベル分までしかできないから、例えばクロスボウが作れなかったりとか、虫眼鏡が作れなかったりとか、鉄の槍が作れなかったりとかあったり、もちろんその先のやつなんか全部作れないんですけども、そういった環境でやることによって、まあ、とりあえず資源を確保しようかなと考えていて、まあ、ここまで一応、石造りの拠点を作りまして、もう遊んでます。 PVP だけど建築遊んでますね。色を塗って遊んでますね。はい初心サーバー、ただ初心者サーバーはとりあえず石作っておけば襲われない、恐竜にこれを壊すことできないので襲われないんですけど、この、初心者サーバーにも闇があります。アークっていうのは非常にこう先手先手で人のこうやろうとした手をこう潰してくるっていうので、そちらをちょっとではお見せしようかなと思います。ほいほい、ということでね、こういう風に看板が立てられてます。Warning. So short. Not built nor linger upon this sandy beach by order of Harvest Creation. Harvest Creation という、トライブですね。Harvest Creation の命により警告が発せられてますね。ここ、ゾウがね、THOU、ゾウがちょっとわからない英語なんですけど、多分、U みたいな感じかな。君らはシャルともわかんないね。打つべきでない。おそらく、立てるべきではないと。リンガーアポン、ディスサンデービーチ。このサンデービーチの上に、おそらく建築をするなといったような警告文が発せられております。あそこに見える船や、建物が、ハーベストクリエーションというトライブの作っているものです。まあ、別にそれは構えしないんです。それはね。こうやって縦看板立てたって別にまあ無視して立てればいいんでね。初心者サーバーでやることは別に目くじらを立てることじゃない。そりゃ別にまあね、こんな何を書こうと勝手なんで、そんな風な警告文を発するのも別にそれはまあ文句は言わないですわ。言わないんですけども、もっとあれなことがある。もっとあれなことがある。このハーベストクリエーション。やっていることがえげつない。我々はですね、この初心者サーバーに何をしに来たかというとですね、わざわざキャラを作り直してまでしたかったことは、
ここのサーバーを、まあ、支援サーバーとして、多分このハーベストクリエーションの意味も多分、ね、収穫とかね、収穫と創造っていう風な意味も、さ、あのトライブがあったりするもんだから、まあ、ここで初心者サーバーの名を借りつつも、ここで資源を集めて、ここで集めた資源を他のサーバーに持っていって、その基礎の部分にする、基礎の土台にする。例えば鉄であるとか、石であるとか、麻酔薬であるとか、そういったものを作って、その作ったものを他のサーバーに送っていくというふうな、その一種の資源サーバーとして使おうというふうなのを一つ目論みとしてありまして、でもう一つここのサーバーで我々がやりたかったことは、ここでボスを倒す、洞窟の中にある、アーティファクトというのを回収し、ボスに挑戦し、ボスから、ボスを倒すことで手に入れる特殊なテック装備というものを、テック建築やテック装備というものを手に入れて、それをそれでもって他の PVP のサーバーに移行するということをやろうと考えたわけです。こちらの初心者サーバーでね。でそのためには何が必要かっていうと、やっぱり洞窟の中に入っていく。洞窟の中では設計図、いい設計図なんかも手に入ったりするらしいので、それもやっぱり欲しいし、洞窟に入るっていうのはとりあえずマストだったんですね。ここの初心者サーバーでやりたかったこと、まあ、もちろん資源を集めてそれを他のサーバーに送ってもいいんですけど、レベルが24までしか解放できないので、例えば鉄を集めるのに有利な恐竜アンキロサウルス、石を集めるのに有利な恐竜ドエディクルス、うん、ドエディクルスなんかが手に入らないと、そういう風なあの不便もあるし、空を飛ぶことができるプテラノドンなんかも、ブリーディングできないですね。まあそもそも24レベルっていう低いレベルなのもあれですけども、レベルが低い、大体右の方に見えますね、青いビーコンも取ることができないということで、ちょっと重たいですね。左の方にはアルファユタラプトルが睨みを利かせてますけども、うん、そういったふうな感じで、ね、こちらのね初心者サーバーで、まあ、一種のねこう基礎をね PVP で戦い抜くための基礎を建築していこうというようなことを考えたわけです。あれは何だろうな。フロントサウルスが木の建築を壊してるような気がしますね。怖いですね。恐竜をですね、木の建築までなら壊すことができるんですね。なので、とりあえず石の建築を作ってしまえば、アルファ恐竜以外には襲われても壊れないということで、まあ、とりあえずあの初心者サーバーで石の建築をするところまで学ぶっていうのは、まあ、初心者、アークの始めた人はね、いいんじゃないかなとは思います。ここで何かしら資源と恐竜を持って他のサーバーで始めるっていうのは決して悪くはないと思うんです。24っていうのは非常に低いレベルです。24は低いので、まあ、手に入れるものは限られている。そこはやっぱりこう一度、まあ、環境をね、理解した上で、うん、他のサーバーに、知識を持っていくっていうのも大事かなと思いますね。このマップの、ここら辺は良かったみたいな、そういう知識もね、大事なんでね。で、こちら、今近づいているのはカリウドの洞窟という、初心者サーバー、ザ・アイランドの中で一番楽な、洞窟ですね。一番楽な洞窟が、いわゆるカリウドの洞窟というものなんですけども、ちょっとお腹減ったので、いくつか食べて。なんですけれども、これなんですね。カリウドの洞窟。入れないんですね。入ることができません。先ほどのハーベストクリエーションっていうトライブの方が、入り口を塞いでるんですね。いけません。なので、この初心者サーバーで始めて、洞窟のアーティファクトを回収してボスに挑むっていうのはもう、不可能ですね。ここ入れないんで、なんかギリギリ横から入れそうな感じもするんですけど、全然ダメですね。なんかこう、騎乗ペットとかいればいけるかなと思うんですけど、残念ながらこの奥に進むことはできないということですね。で、初心サーバーの、まあ、いいところである悪いところである、この石の建築を作ると、これあの人の手では壊すのがちょっときついです。当然殴ったぐらいではダメージはいかないし、ピッケルとかで殴ってもそもそも HP がこの石の壁の体力が1万ぐらいあるので壊せないと。この石の壁は壊せないから、カリウドの
洞窟に入れないし、もう本当に原始的な生活を強いられてますね。これはこれは半分バンの対象ではないかなと思うんですが、もう手詰まりです。これが壊されたな、これがこういう風になってる。だからもう、まあ資源、鉄を自分で掘って他のサーバーに持っていくぐらいはできるけど、それ以上はちょっと難しいかなと。うん、この狩人の洞窟手に入れられるサドル、恐竜のためのサドルなんかも結構いいものがあるっぽいような感じなんですけど、進むことはできない。ここでこういう風にせき止められてしまったらいけない。ということなんですね。厳しい。だからアーカも徹底的に PVP、外の普通のサーバーから逃れてきた初心者、逃れて初心者サーバーに来たとしても、その逃れた先でもやはりこう、弱い者いじめというか、弱者と強者の関係があって、そこでもやっぱりこう、生き抜くことができない。潰し合い、初心者もやはり戦力を潰し合って削り合っているということですね。だから PVP は非常にね、多分ね、アークっていうゲームはね、相当難易度が高いですね、これはね。どうでしょう、出れませんね。もう一旦ここに入ったらもう、餓死するしかないという、非常に辛い仕様となっております。餓死するしかない。出られない。出られないですね。もう一旦入ったら出られない。石を殴って死ぬしかないということですね。おぉ、はい、ということで元の拠点に戻ってまいりました。こんな感じだったんですね。まあね、さっきみたいなことがあって不満もたらたらですけど、でもアーク楽しんでやってますね。面白いですやっぱり。そうは言っても面白いですアーク。はい、こうやってね、あの石造りの拠点を作ってペイントして遊んでやることもできるのもアークの魅力の一つ。まあね、自分の作ったものを壊されるのが腹が立つっていう人にはね、そういう短期の人には向かないかもしれないですけど、逆に言うと人の作ったものを壊すことができるっていう、そういう優越にされることもできる。まあそれはなかなか他のゲームでは味わえない喜びなのかもしれないな。まあこの拠点はそうそう簡単に壊されないですけども、はい。なんでね、まあこれから始める人もいるかもしれないアーク、そういう人は本当にこのゲームは難易度が高い、日本人には特に、うん、公式サーバー内に日本人の住める場所っていうのが果たしてあるのかというぐらいな感じではある。まあローカルでやれって話なのかもしれないですけど、それとね、多分魅力は半減ぐらいになってる。 PVP をやってのアークだと思うんで、それだと魅力半減ぐらいになると思うんで、ぜひね、心を折る、心をまあ浪費消耗させる戦いの連続ではあるけど、それもまた一つアークの魅力と思ってね、これから始める人はね、覚悟して、プレイしていただければいいんじゃないかなと思います。それでも楽しいのがアークなので、まあまた何か面白いことがあれば動画にします。とりあえず今回はこんなところ、初心者サーバーで一度体制立て直し中、そういう動画でした。また別の動画でお会いしましょう。ほなまた。